ライフは、かつてホンダ技研工業が生産、販売を行っていた、軽自動車である。1970年代に生産された初代は4、ドアとバックドア機構を持つショートカムバック型の2、ドアワゴン、バンの設定があり、同じプラットフォームを使う派生車種として、セミキャブオーバー型バンのライフステップバンと、ピックアップトラックのライフピックアップがあった。横置きエンジン全輪駆動のレイアウトは、 前作の N360 や Z と同様であるが、エンジンは空冷から水冷に変更された。初代の生産終了以降、ライフの名を引き継ぐモデルはなかったが、長いブランクを経て1997年に発表された軽トールワゴンとしてライフは復活した。二代目以降のモデルは八千代工業で製造され、その二代目は、 ボディ形状からステップ版の再来などと言われた。1997年に軽トールワゴンとして復活して以来長らくホンダにおける軽自動車の中心としてモデルチェンジを繰り返しながらも生産や販売が続けられた。しかし NBOX を中心とする N シリーズの展開そして NWGN の生産開始を機に2014年4月に生産、販売を終了した。 エンジンとトランスミッションを直列に横置きした、いわゆる自夜行座式レイアウトを採用し、エンジンも N360 と同様の直列に、筆頭ながら空冷から水冷 EA 型へと変更されたことで、輸出や暖房能力の不足も解消され、快適性が大幅に向上した。翌年に発表されたシビックとの共通点も多く、 その後のホンダ製乗用車の基礎が確立された時期のモデルでもある。また、ライフは日本で最初にエンジンにタイミングベルトを採用した自動車でもある。販売期間が4年未満と短いが、初代シビックの世界的なヒットにより、乗用車工場をシビックの生産に傾注させるため、ライフの生産を打ち切る決断がなされたためであった。これには、 軽自動車への車検の義務化や保安基準が新しくなったことにより小型乗用車との価格差が縮まり価格的なメリットが薄れ軽乗用車市場が縮小していたという側面もあったシビックのサイレングレードが40万円前半であったのに対しライフは最終的には最も安いグレードでさえ35万円を超えるようになっていたこれに加え生産面についても 製造原価が両社はほとんど同じであったことが製造中止の引き金になったという。4サイクル直列に気筒エンジンに一時振動を消すバランサーシャフトという組み合わせは中村雄が東急黒金工業時代に特許を取ったものであり、ライフ発売後他社からも同様のエンジンを搭載した軽乗用車が販売された。二代目トゥデイの基本コンポーネントを流用し、 それまでの軽ボンネット版から大きく変わった軽トールワゴンとして登場。パワートレイン、車誌、内装などはトゥデーとほぼ同一である。軽自動車法改正の直前に発売された影響もあり、この台は約1年半しか生産されていない。生産台数は358,020台エンジンは E07A 型のみで、トランスミッションは5速 MT と、 トゥデイのギア比を見直した3速 AT が組み合わせられた。装備も充実が図られ、運転席、SRS やバック、熱線吸収 UV カットガラス、抗菌ステアリング等が標準装備され、ABS が全車にオプション設定された。グレード体系は B、G、T の3グレード。KMUVER ーーシリーズの一つとして登場。同年10月1日に改正された。 軽自動車規格に伴い、ボディサイズが全長 3395mm、全幅 1475mm に拡大され、衝突安全性能の向上が図られた。合わせて、助手席、SRS エアバッグも標準装備化された。エンジンは、車体の大型化に対応し、E07A から E07Z に変更。 低回転域のトルクを約20%向上させながらレブ仕様となった。トランスミッションも基本的に2台目を踏襲した5速 MT と3速 AT で AT 車ではコラムシフトが採用された。新たに 4WD も全車に設定された。オーディオスペースが2輪サイズに拡大される前にはオプションでコンソールボックスが用意されていたが先代は2輪サイズであったものが このモデルでは一輪サイズに変更された。ライキーというタヌキのようなキャラクターが存在し、カタログ等に登場した。開発コンセプトは、ハートフルテクノロジー。主に女性をターゲットに開発され、広告展開された。ホンダメイドの美味しいデザインをテーマとする丸みを帯びた、ワンモーションフォルムとなり、ボクシーな仙台、先々台とは、印象の異なるスタイルになった。 前高は、軽トールワゴンとしては、低い 1575mm に抑えられ、先代の途中からオプション設定となっていた、ルーフレールや手回しのウィンドウ、手動ドアロック、アクセサリーソケットレスといった、極端な営業者系のグレードは、完全に廃止された。また、FFK では、標準装備とはいかない、イブド付け ABS も当初は、標準装備であるなど安全面も配慮された。 エンジンも新開発の P07A 型が搭載され、先代と同じくなトターボの2種類が設定された。トランスミッションは MT が廃止され、AT のみとなり、変速数は3速から4速となった。価格面よりも走りやインテリアなどの質感が重視された。どの方向からでも握りやすく、アイスクリームのスプーン等をイメージしたといわれる丸型のドアハンドルを装備し、 ボディカラーもアイスクリームをイメージしたバニラクレム、抹茶クレム、カラメルクレムが新開発された。先代のコラムシフトに代わり、全グレードに当時の軽自動車ではまだ珍しかったインパネシフトが採用された。スピードメーターの横に設置された多機能表示ディスプレイには今日は子供の日、今日は七夕といった祝祭日のほか、大晦日には今年も お世話になりました。元旦には、A Happy New Year など、その時々に合わせたメッセージとドット絵を表示する機能が搭載されている。また、納車記念日、結婚記念日、誕生日等の記念日や、運転免許、任意保険の更新、車検時期が近づいた際にも、オーナーに合わせた情報が表示される。主に若い女性層をターゲットに想定していたが、 走行性などにおいては重厚感を打ち出しており、現在でも評価が高い。オートカージャパンの軽自動車対決テストでは2位となった。発表時のグレード体系は C、F、D 及び各グレードのターボ仕様の6グレードで、先代で設定されていたターボエンジン搭載の派生モデル、ダンクは D ターボになる形で廃止となった。2004年12月発売に、 ダンク後継のスポーティバン特別使用者、ディーバが人気を博し、2005年10月の一部改良を、機に、カタロググレードに昇格し、専用デザインのバンパーが与えられた。同時に、ディーターボは、ディーバのターボ仕様に、2006年9月のマイナーチェンジ時に、ディーは、ディーバの自然吸気エンジン仕様にそれぞれ統合された。2008年9月18日に、 広報発表においてエアバッグの容量を連続変化や排気制御により高い保護性能と低衝撃性を両立した運転席用 ISRS エアバッグシステムを5代目ライフから搭載することが発表された。10月からティザー広告が始まり従来のカジュアルバージョンの G、スポーティーグレードの D バに加えファッション性を高めたシングレードパステルが加わった。 5代目では、デイリースマイルテクノロジーのコンセプトのもと、特に運転のしやすさに配慮されている。細いフロントピラーやサッシュ一体型の大型三角窓、フロントワイパー位置の見直し、アイポイントとウエストラインの最適化、リアクオーターウィンドウの採用、テールゲートウィンドウの大型化、後席シートバック形状の見直し、埋め込み式、ヘッドレストの採用、など、前方。 速報、後方すべてにおいて、視界と見切りを改善している。車両寸法は、全長、全幅は相変わらず、軽自動車枠一杯であるが、全高は 1610mm と、高めに設定されており、室内容積の拡大に貢献している。プラットフォームを一新することにより、仙台比で約 40kg の軽量化を実現した。また、ナンバープレートの位置は、 先代のテールゲート上から2.3台目と同様リアバンパー上に戻された。バックモニター付けオーディオが軽自動車で初めて標準装備され、これによりホンダスマートパーキングアシストシステムは音声案内の簡易タイプから前後芯ともにハンドル操作のアシストが行われるようになった。なお、モニター部分はコスト追求の面からプレイステーションポータブルのものが流用された。 ありがとうございます。